文化放送から生放送でお送りしております田村敦氏のニュースクラブここからはゲストコーナー今週のすごい人本日のゲストは精神科医の片田玉美さんですよろしくお願いしますあ、よろしくお願いします,ししますでは片田さんのプロフィールの紹介まささんお願いしますはい片田さんは広島県の生まれです大阪大学医学部を卒業され京都大学大学院人間環境学研究科博士課程を修了 京都,大学博士京都大学博士でいいらっしゃいますフランス政府旧費留学生として、パリ第8大学精神分析学部で羅漢派の精神分析を学びます。その後は臨床経験に基づいて、犯罪心理や心の病の構造を分析、他人を攻撃せずにはいられない人など、ベストセラーを多数お書き,お書きになっています。そして今回、新刊、 職場を腐らせる人たちを発売されました。うん、片田さん、こ精神科医を目指すきっかけになったのは何だったんでしょうか。あの、私自身が人間関係で悩むことが多かったんですね。うん、まあ、家族との人間関係、友人との人間関係。 教師との人間関係あるいはバイト先での,その上司や同僚との人間関係、うん、まあ言ってみればまあちょっと対人恐怖症的なところがありまして、うん、まあ精神科医になってあの精神医学を学べばそういう自分自身が抱えている問題を解決できるのではないかというまあ何というか期待というか幻想を抱いたということがありますね。へ<ー>もう一つ 実はあの私自身はなんかすごく本当に本が好きで、はい、文学部に行って作家かあの記者になりたかったんですね。ほうほうけれどもう親はとにかく医学部に行ってほしいということで<ー>かなりなんというかあの親の欲望を受け入れて医学部に行ったようなところがあで <laughs> なんかあんまりな, <laughs> んな,なじめなかったんですね。はい、だからなんか他ののの身体疾患を対象ととする医師っっていうのはちょっと私中で イメージがつかめなくて、うん、やっぱり心の病を対象とする精神科医になろうっていうのが非常に大きかった、うん、なるほどで精神科医を目指す中でその自分のコミュニケーション能力っていうのはだ,だいぶ変わってきました あそれは、まあ、やはりあのこの仕事というのは患者さんと話をせざるを得ない仕事ですよね、うん、あるいは、まあ、外来だけではなくって若い頃は入院患者も担当していましたので、うん、看護師さんや他のパラメディカルとも話せざるを得ない。うんそう 結局その爆発を踏むっていうことになるんですかく何かコミュニケーション能力がある程度は身についてきたかなと思うんですけれどもまあ今もねあの引きこもりとかの患者さんは、まああの多数見ていて思うのは、うん、まあ何かのきっかけで引きこもってしまうと爆発を踏む機会がないんですよね、うん、それがやっぱりもう何というかコミュニケーションを育てる機会も失われてしまって残念だなとは思います。なるほどね このフランス人の精神分析ラカンの本を読んで、まあ、これだということで語学学校に通い詰めてパリに留学されたってことですけども、はい、いかがでした憧あのまあ,あのすごくあのラカンの、ね、精神分析の本を読んでビビッときたっていうのがあって言ったんですけれども、うん、その前段階として。 子供の頃にベルバラブームに影響されたっていうことが多かったんです。はい、ベルサイユのバラね。そうそう。はいはい、だ子供の頃にベルサイユのバラをその漫画で読んで、はい、その後あの宝塚で上演されて、当時の女の子は熱狂したんですよ。はい、で私もその一人で、あの広島の田舎に住んでいたんですけれど、うん、親にねだってあの兵庫県の宝塚まで見に連れて行ってもらったんですよ。はい、それから熱狂していたので、だからやっぱりそのフランスとかパリへの憧れ。 あれがすごくあったと思うんですね、うん、でもでかなりフランス語を勉強して行ったつもりだったんだけれども、はい、読,み書読み書きというのと、うん、それと、まあ、聞いて話すというのはちょっとやっぱり違っていて、うん、まあ <laughs> あの大学に行っても最初はあまり大学の講義が分からなかったりとかあとあのタンの病院というところで研修もしていたんですけども特に患者さんの話すことってなかなか分からなかったんですね。うん、であのいろんなまあ手続きとかで役所などに役所や大学の窓口に行かないといけないので行くんですけどもそこの対応がどこも一様につっけんどんで冷たかったんですね。 こう人種差別を受けているのではないかというちょっとなんか被害妄想的なあの精神状態にさえなったんですけれども。うん そここはなんかこう憧れててすすごいい努力をして行ったとこじゃないですか、うん、だから例えば日本から家族が来たり友人が来たりするとなんかさもなんか充実したパリ生活をこ <laughs> のように振る舞ったりとか <laughs>、はい、あとまあ手紙を書いたりあとメールで連絡する時もパリはこんなに素敵なところなのよとねなんかいかにもなんかパリでリア充生活をしてるのごとく <laughs> 振る舞ったのでそれはあのパリの パリへの過度の,の思い入れや幻想を抱いていて行、まあ、った人がですねある種の幻滅を味わうんだけどもそれは見せたくなくて、うん、さも充実しているかのように振る舞うのをパリ症候群というちゃんと精神科医としてね自分でも分析してらっしゃるっていうこの後はちょっと職場を腐らせる人たちっていうことで2時台はお話伺っていきたいと思いますがでは片田さんリクエスト何いたしましょうか あ、えっ、ー、とアスカの始まりはいつも雨。<あ>うん、これ選んだ理由は、これはまあ究極のラブソングでして、うん、まあ男性からこういう言葉で愛を語られたいと思うような歌詞が全部詰まっていて、それが優しいメロディーにあの乗せて歌われるんです。傑作です。<laughs> なるほど。では皆さんお聞きください。<laughs> FM 九一六、AM 一一三四、ラジコでも聞けます。文化放送田村厚氏のニュースクラブゲスト精神科医 片田玉美さんとお送りしています。はい、メールを紹介します。こちらミッチーさんです。大谷選手の通訳水原一平氏の一連の報道について、片田さんは精神科医としてどう見ているでしょうか。うん、ぜひお願いします。あの水原容疑者は。まあギャンブル依存症だというふうに本人も言っていますし、そうだと思うんですね。うん、でその誘惑にこうしきれなかった。 でもう二度としないという決意を何度かしたかと思いますけれども、うん、まあその誘惑に負けてしまったというかそれだけ彼にとってギャンブルというのがあの快感をもたらしてくれるものだったと思うんですね、うんで。依存症者の周囲には必ずと言っていいほど イネイ,ーブ,ラーイネーブラーというのは直訳すると、はあ、まあ英語で「可能にするもの」という言葉なんだけれども、はあ、日本語では支えてと訳されることが多いそれは例えばアルコール依存症や薬物依存症の患者さんにアルコールや薬物を買うお金を渡したり汁拭いをしたりする。 あ続きはこのあと。なんかにあのお金を渡したりし借金の資料に移したりするそれに大谷選手すいうん田村淳のニュースクラブ「今週のすごい人」今日はゲストに精神科医の片田珠美さんをお迎えしておりますが先ほどちょっとね あのお尻の方聞こえなかったと思うんですけど、はい、水原さんの、まあ、状態精神科医としてどう見ているか、うんまあ、イネイブラーというものはご紹介していただいたんですけどもうちょっと先生が言いたいことがあったということですので、はい、ちょっと教えてもらえますか そうですねあのイネーブラーというのは依存症患者の周囲に必ずと言っていいほどいるんですね、アルコール依存症や薬物依存症の患者に対してはそのアルコールや薬物を買うお金を渡したり尻脱ぎをしたりする、あるいはギャンブル依存症の患者にはあのギャンブルの種銭になるようなお金を渡したり、あるいはその借金の返済をやってあげたりする、うん、で日本語では支えてと訳されることが多いんです。 けどもまあそのイネーブラーがいるからこそそのなんというか依存,あのその依存症状態が続くということが少なくないんですね。うん、であの大谷選手は知らず知らずのうちになんかイネーブラーにされてしまっていたような印象を受けますね。うん、であのどうもと の方の話が出てましたけれども1回の通訳だったらあそこまでかけさせないとやはりその水原容疑者が大谷選手というスーパースターであれだけお金を稼ぐ選手の通訳だったからこそかけさせたみたいなねそういう話が出てきたので、うん、あの大谷選手は知らず知らずのうちにイネイブラーにされてして されてしまっていたような印象を受けますね。なるほど、そういう風うに持っていったという意味では、あの水原容疑者はマニピュレーターでもあります。うん、マニピュレーターというのは、そのターゲットを自分の思い通りに操作する操って、うん、なんか支配して自分の思い通りのものを手に入れようとするわけです。 で水原容疑者がターゲットにしたのはやはり大谷選手の巨額の富ですねお金ですよね<ー>それをまあ自由にしたかったんじゃないかなと思いますけれどもね。なるほどねこれそのギャンブル依存症にしてもなんとかの依存症にしてもその何かね支援する人が知らず知らずのうちに支援してしまってるってことはこの大谷選手以外のところでも起きうることなんですか そうですねやはりどんな場面、うん、特に特やっぱり家族が多いですねやっぱり母親がその息子のためにって言ってお金渡したりとか、うん、で悪いことをしてはいけないとか言ってお金渡してたらそれがその薬物を買うお金に使われていたとかねそういうのはよよくありますよねなるほどでここからはですね片田さんがお書きになった本「職場を腐らせる人たち」についてお話を伺い,伺いたいと思いますがこれ なぜこの「職場を腐らせる人」というテーマで本を書こうと思われたんですかあそれはですね私はその精神科医として自信をなくして不安になったり、うん、イライラして眠れなくなったりした方を、まあ、診察する機会が多いんですね。うん、で大抵その背後には人間関係をめぐる悩みが潜んでいる。 でそこにはその職場を腐らせるる人がが絡んでいることが多いんででいいこと多すね、うんでまあ、例を挙げると、まあ、根性論を持ち込んでなんか葉っぱかけたりとか、うん、過大なノルマを押し付けてなんかちょっと脅し文句を吐いたりとか陰で足を引っ張るとかね不安の種をまいてるとかそういう人が絡んでいるのであのこの本を書こうと思ったんです。うん、なるほどねその 自信を喪失させるみたいなことが職場で起きるってなんか僕はその会社勤めしたことないからわかんないんですけどその自分の会社の言ったら生産性が下がるようなことをあえてする人がたくさんいるってことなんですか そうですねあの相手の自信をなくさせるようにそのけなすとか、うん、まあ足を引っ張るとかいうことをするわけです。うん、それはその合理的に考えるとその会社の生産性を下げることになるので望ましくはないですよねんだけどやっぱりその合理的思考では行動できなくって、うん、やはり感情に突き動かされているわけです。 うん,うん、なんか例えば一番多いのは戦望ですね相手がすごく幸福そうで仕事がうまくいっていって成功しているのを見ると、うん、すごい腹が立つわけです。 そ争うら羨ましいという気持ちっていうのは言ってみれば他人の幸福は我慢でできなない怒りなんですね、うん、活躍している人成功している人、うん、であの成果を出して上司から褒められて同僚からも認められてる人を見るとすすごい腹が立つわけです、うん、だから何かこう引きずり下ろしてやろうとかちょっと嫌味を言って、うん、あの自信をなくさせてやろうとかそういうことを何ていうか熱々とやるわけです。なるほどね この戦争っというところで言うとなんかあのー、タレントさんとかもねそういうのにこう巻き込まれがちなのかなと思うんですけどその会社の中でもこの人はすごくうまくいってるのにその足を引っ張られないとかあのこういう根性論とか何とかを押し付けられない人と押し付けられる人でこう2種類分かれてるような気がするんですけどそこの違いって何かあるんですか うん、それは難しいんですけれども、うん、あのタレントさんでもやっぱり戦って絶対あると思いますよ、うん、だからなんかあいつは売れてなんか悔しいとかね、うん、そういうの絶対あるとなんであいつが売れて自分はそこまでじゃないんだとかねそういうその他人の幸福我慢できない怒りという意味での戦争って絶対あると思うんですね、うん、でもあのじゃああいつの足を引っ張ってやろうっていうふうに思われてなんか嫌がらせされる人と、うん、あの何もされない人っているじゃないですか。うん それの違いっていうのは、その羨望を抱く側の心理による部分が多いんですね。だから、そのソースあの羨望を抱かれる側がいくら気をつけててもね、うん、その人がいくらいい人で、人望があっても、うん、じゃあ、あの人すごくいい人で、人に人気があるからっていうので、それを妬む人もいるわけですよね。うん、はだから結局、その羨望にしても嫉妬にしても。 結局はや嫉妬を抱く側の要因が大きいいと思いますなるほどね、うん、でこの職場を腐らせる人が一人でもいるとその影響が職場全体に広がるっていうことがこう長年のこう臨床経験の中からすごく痛感するっていうお話ありますけどもやっぱり一人いるとだいぶその広がっていくものなんですか職場にそれが。 そうですねそれはあの結局腐ったみかんと同じなんですねちょっとこういう言い方をするときついかもしれないけど、はい、あのみかんを箱買いして、うん、腐ったみかんが1個でもある、はい、でそこになんかそ青カビみたいなのがは生えてなんか青くなっていったちょっと周りのみかんにもその腐るっていうのが広がっていくじゃないですか、うん、それと同じで職場でも職場を腐らせる人が1人でもいると、うん、その影響が周りにどん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 広がっていくんですよ。うん でこのじゃあその腐ったみかんと同じようなその職場を腐らせる人をこうきちんと指導することでその腐敗みたいなのは止められるってことですか そうですね、あのー、まあこういう人を根本から変えるのは、うんあのー、難しい面があるんですね、うん、それはこういう人っていうのはあまり反省しないし、ね、罪悪感も抱かないことが多いので、うん、ただやはりその組織としては こういう人が一人でもいると組織全体に影響が及んでいきますよね、うん、だから特にその上司の立場とかあの組織を管理する立場の人としてはやはり大切になってくるのはリミットセッティングということですこれは、うん、あの枠組み設定というふうに訳されるんですけれども、うん、ここまでは許容するけれどもこれ以上は許容できないよという線引きをちゃんとすることです こういう人はなんかすごくね、あの文句いいっていうか、いろんなことに文句をつけたりとか、うん、不満をいっぱい言ったりとか、要求したりすることが多いので、ここまでは許容できるけれどもそれ以上は許容できないよっていう線引きをちゃんとすることが大事だと思う。なるそうになるとどん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 エスカレートしていって、うん、じゃあ他の人もね、じゃああの人こんなわがまま言ってるんだったら自分も言っていいよねみたいな感じになりやすいので。うんうん それを受け入れすぎる、ずっと全部を、その嫌な、その根性論だとか、何とかを全部受け入れすぎていると。助長していくってことですよね、その人は。そうですね、そうですね、はい、だから、あのどこかで歯止めをかけなければいけない。はい,はい、はい。それが大事ですよね。そ、そのラインっていうのは、もう。 自分自身で自分の身を守るっていう意味でも、そのラインを自分で考えて、気づかないといけないってことですか、ね。そうですね。で、その時に、うん、あの一人だけでは、ちょっと難しい面があって。うん、あの、どの、どこでライン引くかって、ちょっと迷うじゃないですか。そうですよね。うん、だから、必ず仲間を作って、うん、他の職場の仲間と相談して。どこの、どこにラインを引くかというのを相談して、決めるべきだと思います。<ー>でないと、はい、こういう人は、その弱い人、おとなしいと。 人のところにやっぱり行くんですね、うん、だからその全体でここまでは許容できるけどこれ以上は許容できないというラインをみんなで統一して決めておかないと、うん、優しい人あのー、弱い人のところに行くんですよ。なるほど これはその医療現場で言われてくることでリメットセッティングで患者さんの中にはすごく理不尽な要求を我々医師や看護師にする方がいらっしゃるんですね、うん、だからその患者さんの要求を全て受け入れられるわけではなくてここまでは受け入れられるけれどもこれ以上は受け入れられないという線引きを医療スタッフ全員でしとかないとやっぱり優しい看護師さんとか気の弱い看護師さんとかばっかり行くんですよ。うんうん、医者にはあんんまり文句はないけど看護師さんとかに 今なんかいろいろなんか文句つけるというふうになるので、うん、それやっぱりあの組織全体として線引きをしておかないといけないです。なるほど。まあ、どんな職場でも必要なことですよね。うん、これ正樹さん、リミットセッティングのこう必要性と、それをこう職場の仲間できちんとシェアしておくこと。っていうのが、なんかね、すごい重要な気がしましたね。うんうん、それを多分、しだから、あの法律で言えば、職場環境配慮義務のようなもの、多分。会社も一緒になって。 でその線引きを明らかにしていかないと、うん、やっぱり対応が難しいしそれがうまくできないと先生がおっしゃるその攻撃者との同一性といわれるようなメカニズムが働いてしまってということにつながっていくんですかそうですねその先ほど申し上げたあの結局あの 職場を腐らせる人が一人でもいると、うん、あのその影響がみんなに及んでどんどん広がってしまうというその腐ったみかんと同じだっていうのは、うん、あの攻撃者ととの同一視というメカニズムが働くからなんですこれはどういうことかというと、うん、その不安や恐怖怒りや無力感などをかきたてた人物の攻撃を真似して、うん、その屈辱的な体験を乗り越えようとするわけです。 だから、うん、その上司からパワハラを受けた人物が同じことを自分の部下や後輩もっと弱いものに対するわけです。でその時には自分もされたんだから<ー>同じことをやってもいいよねみたいな正当化のメカニズムが必ず働くんですね。うんうん でもやっぱりこれを歯止めかけるためにもあの先ほど申し上げたリミッットセッティングということが非常にに大切になりますこれなんか部活動でも先輩からこういうのを受けたから自分の後輩にもするっていうその先輩方がいたんですけど僕のバスケットボール部にも。 で俺たちは自分たちのその代ではもうこれを次の下の世代に、まあ、それがリミットセッティングだったのかどうか分かんないですけどこれやっても何の意味もないからやめようぜって決めてやらなくなった世代なんですよ僕たち。でもやられた人ってやっぱ誰かに攻撃を向けないと自分の,その受けてきたその傷が癒せないみたいなところが働くんでしょうね。 そうですねまさにおっしゃる通りで,、うん、でそれはどこにでもあって例えば、うん、あのさ先ほどあのベルバラムブームの話をしましたけれども、はい、先ほどあの昨年ですかね宝塚でその不祥事が起きて大騒動になってちょっとショックだったんでも やはり代々そういうことがあったんだと思うんですね。うん、その先輩からそういうことをされたからで、それによって自分が傷ついて、うん、怒りや恐怖不安や恐怖などを感じたから、同じことをもっと下の世代にやろうということでね。だから、そのあの田村さんがおっしゃった。その何て言うんですか？自分たちの代でやめようっていう、そういう歯止めが効かなかったわけですね。うん、そうすると同じことが繰り返されていくので、やっぱりどっかで止めないといけないですよね。それをやる勇気があるかどうかです。で なるほどね。うん。うんそれがまあ止まらないのは合理的思考ができずにいわゆるまあ感情で動かされてるからっていうことなんですよね。うそうですね。やはりあのでも人間ってあの何というかあの理性の動物であるとは言われるけれど、多くの部分感情で動かされて。 いるところがあるのは事実じゃないですか,、うん、だからどうやってその感情をコントロールするかとか、うん、そこに歯止めをかけるかってすごい大事なことだと思いますけどねなるほどねこの職場にいる職場を腐らせてる人っていうのはすっと気づけるもんですかあの人やばいあの人は職場を腐らせているタイプだっていうその見抜き方みたいなのがあるんですか まず気付かないとやられっぱなしになって気付いた時はもうなんか自分がボロボロになってしのしますので,、うんでまあ、そのなんというかあのそういう人が一人でもいると、うん、あの周りに起こってくる反応というのがあるんですね。うんえっと申し上げるとまず第一に重苦しいい雰囲気が漂います、うん、それから大体不安や揉め事が多くなります。うん で3番目として心身の不調を訴える人がんかこう疲れやすくなるとか夜眠れなくなるとかね <laughs> で4番目として賃貸ムードになりますだからもちろん生産性も落ちますよね <laughs> で5番目としてみんな,なんか疲れ果てて疲弊してくるだから余計また生産性が落ちると。 は。うわでまた悪循環になっていくわけですよね。職場としてはも最悪ですよねそうなっ最悪ですね確かに確かに。うん、へえ。実際まああのご本の中にもこう職場を腐らせる人たちっていうのを、うん、まあ具体例が書いてあって。どどのいう人がいるんですか。どこういう人を気をつけろみたいなことなんですかね。あの例えばですねあの。はい 根性論を持ち込む上司ですよね。はい、あのー、結局なんか気合と根性でやれば、何とかなるって。だ <laughs>、うん、<laughs> かまあ、まね、お尻叩く人がいるんですけども、こ、うん、の人は実はですね。 自分で、その成果を上げるために、どうしたらいいかっていう具体策が分かってないことが多いんです。うん、でも、一応、その上の立場だから、何か言わないと格好がつかないじゃないですか。うん、だから、まあ、その気合と根性で、なんとかなるみたいなことを言って。うん、まあ、お尻を叩く、あの、いうような人が割と多いですよね。あと、上手くいってないという、その現実を直視できないことが多い。 だから、うん、あの現実から目を背けるためにあの気合いと根性でなんとかなるんだみたいな、うん、そういうなんか。あのー 希望的観測みたいな言うんですけどうん、うん、普通はなんとかならないんですよねそうですよねだからあのうまくいかなくて余計に怒り出すという悪循環になるわけですあ自分が気合でなんとかしろってアドバイスしといてそれではね、何の問題解決にもなってないっていうこともさらにその人に貸していくってことですよねそうですねあ<ー>うん 気合い根性論は俺も昔からな嫌いだったからな、うん、気合いだ気合いだ気合いだって言われた時いやいやそれはギャグというかギャ,ギャグなのそれはアニマルサーバーの <laughs> コンするためにやってますから他にはどういう人がいますかうん、まああの他人のせいにする人っていうのも困りますよねうん、うん、何でも悪いことは他人のせいにする、うん、だから例えば 上司がこのプロジェクトをやろうと言って、うん、強引に推し進めて、うんまあ、そういう上司ほど会議で絶対あの反対意見は聞かないんですね、うん、でちょっとでも部下が反対意見とか批判的なことを言うと怒り出すので誰ももう反対できない。うん、で上司があるプロジェクトをやろうと言って で強引に推し進めて、うん、まあやったにもかかわらずそのプロジェクトが失敗すると、うん、今度は役員の前で自分はすごく反対したんですけど部下がどうしてもやりたいって言ったからやったんですみたいな他、ね、人のせいにする人っていますよねう、うん、いますねそのドラマとかでもすごく嫌な上司ですよねそれ本当にいるのかなってドラマ見ながら <laughs> 思うんですけど、いるんですね。いますね。で、それはやはりね、自己保身が絡んでるんです。はあ。では、その失敗して、その責任を取らされたら、やっぱり、うん。 今のポジションを失うかかもしれなないいじゃないですか、うん、場合によっては左遷されるかもしれなくって、うん、今のその収入を失うかもしれないじゃないですかうん、うん、そういう大切なものを失うことへの不安それを喪失不安と言いますけども<ー>喪失不安とか転落への恐怖っていうのが絡んでいるとやっぱり他人のせいにします、ねはえー、でそれで職場を腐らしてしまう。 ただまあ今その責任転嫁っていうのは今日本の社会を見てるそう今だから話聞いててまさに政治家がそうだなと思ったしその派閥ごとにきっとなんかそういうのがあるんだろうし党内でもそんなのがあるんだろうしなんかそうなってくると日本の政治がうまく機能しないっていうのは自己保身が強すぎて。 で、なんか国民目線になってないのかなって、今のお話、ごきながら、ちょっとね、感じちゃいましたね。あ、まあ、おっしゃる通りだと思いますよ。結局、自分の今のポジションを守りたい。国会議員で居続けたい、大臣で居続けたいというような、影響力のあるポジションで居続けたいという。うそういう願望が、やっぱり結局、責任転嫁の形で現れてるわけですよね。へえ。 どうですか松木さんこの自己保身がこう元になってるっていうね、うん。やっぱりそういう感情って誰しもあるっちゃあると思う程度問題の話であってやっぱり誰しも持ちうる話だと思うんですけれども、うん、逆にねその自分自身がその、えー、と腐らせる人間になる,なっているかもしれないよなる要素が強いかもしれないっていう気づきっていうことは可能なんですかうん それはやはりね常に自分を振り返る眼差しを持つことですでやっぱりねそのまあそれ自己保身願望ってみんなあるんですよ、うん、それ私にもありますし、うん、それは人間はその動物である限り防衛本能というのがあるわけですからね、うんうん、それにもあの基づいて自分の身を守りたいという願望は誰にでもあるんですよ、うん、ただあまりにもそればっかりに基づいて行動してたら恥ずかしいじゃないですか、うん <laughs> ちょっとね、なんか、えっ、ー、と、だ、そういう、なんというかな、あの、自分の身を振り返って。 で、ちょっと恥ずかしいよねとか思うような、そういう気持ちが大事なのかなと思いますけどね。うん、なるほどね。では、俯瞰で見るっていうことを、やっぱり、しとかないといけないし。ちゃんと信用を受ける人に、俯瞰で見てもらうってことも重要ですよね。そうですね。だから、あの、うん、孤立しないように、常に相談できる相手を作っておくことが大事で。うん、で、例えば、一番斜め上の上司ですよね。た、うん、だ、直属の上司ではなくて。 で、ちょっと別の部署の上司と相談できるようにしておく。うん、あ,あるいはる同じ職場の仲間では相談できない場合もありますよね。はい、だから、別の職場の相談できる仲間を作っている。それはあの学生時代のあのまあ、仲間だったり、趣味の仲間だったり、うん、とにかく孤立しないことが大事です。ね、孤立していたら本当にあの自分で追い詰められてしまうので、うん。確かにね。 共にそうですよね。そのうん、受ける側もその腐らせてる側の人、まあ、腐,腐らせてる人は自己認識がないのかもしれないけど腐らせないためにも、まあ、誰かこう信頼の受ける人と孤独にならなくて、まあ、信頼関係をちゃんと築きつつ社内っていうコミュニティに属していかないと。 こう注意してもらえないと、気づきがないですもんね。あなたひどいですよっていうのね。やっぱりね、率直な意見大事だし、リミットセッティングするにも、やっぱり仲間が必要だしって、やっぱ孤独が一番。ですね。そうですね。受ける側としても、あれですよね。もうなんか、それが当たり前になっちゃったの。をそれおかしいよって、こう言ってくれる人、がやっぱ。いないと、気づけない状態の時もありますもんね。そうですね。うん、いや、勉強になりますね。もう一つ聞きたいんですけど、こう。 やたらこう、なんか、見下す。うん、なんか、常にいろんな人をなんか、見下してるな。っていうような人もいるんですけど、まあ、これも職場を腐らせる人の具体例に入ってるんですけど。うん、こういう人のこう、心理っていうのは、どういう心理なんでしょうか。実は、あの、他人をね、あの、ことすら見下す人っているじゃないですか。はいうん、で、その、自分はこんなすごい大学を出てるとか。うん、あの、自分はこんな偉い人を知ってるとかって言って。 なんかひきらかして見下す人がいるんですけども、うん、そういう人は実はその承認欲求が満たされてないことが多いんですよ、うん、なんか実はあの今の職場であんまりうまくいってなくって、うん、承認欲求が必ずしも満たされてなくてその承認欲求をこじらせているような人が多いんですねそういう人に限って学歴ひらかしたりするんですけれども、うん、学歴っていうのは過去の栄光ですよね、うんうん 過去自分はこんなにすごかったっていうのを持ち出す人ほど今うまくいってない人がいるのでもしそういう見下す人がいたらちょっと気の毒な人だなっていうま差しで見つめるぐらいがいいと思いますよ。<laughs> うん、その本当にすごい人今できるだって満たされてる時に過去の栄光を振りかざす必要がまずないですもんね。 そうですね。その必要ないですね。だから割となんかびっくりするのは、うん、自分はなんか小学校の時一番だったとかね。うん、そういうことを言う人がいと、そういうのは言う人ってちょっと気の毒な人だなと思いますけどね。そうですね。随分坂の坂登りますね。小学校の栄光、<laughs> 小学校の栄光にまだ味がするっていうのがね、<laughs> もうだいぶズレがありますもんね。そうですね。これあの今日リスナーの人に最後にあのまあどうしても ななななくならいないじゃないですかこういうことをする職場を腐らせる人たちっていなくならないと思うんですけど最後に何かメッセージありますか片田さんから。えっと職場を腐らせる人たちに,たちにこう遭遇した時にどういう心持ちでいればいいかっていう。 あの職場を腐らせる人っていうのは実は気の毒な人な人んですよ、うん、そういうことをするっていうのはちょっとある意味癒やしいというところがあるので、うん、ちょっとなんかあのー、ある意味はなんか気の毒だねっていう眼差しで見つめるぐらいの余裕をお持ちになった方がいいのではないかなと思いますけれど,ど、ね、自分はそうはならないように気をつけましょうということですね。はい でまた詳しくはねちょっと本を皆さん読んでいただいてきっとなんか困ってる人はわこのタイプいるわ」っていうことがこの本で出会えると思いますその、ね、対処法なんかもね本に書かれてると思いますので是非参考になさってはいかがでしょうか。はい片田玉美さんがお書書きになったた本職場を腐ららせる人たち講談社現代新書から発売中ですはいでは片田さん最後にリクエスト曲をいただきたいと思いますが。 はい玉木浩二さんのメロディーですこれ選んだ理由はこれはあの先ほどのスカさんの「始まるいつも雨」っていうのが今の愛する大将へのラブソングだとすればこれは過去の愛した対象おそらく壊れた あの恋愛関係のラブソングなんですね<ー>だからぜひ聞いていただき、うん、ラブソング好きなんですね <laughs> さんね。好きなんですだってベルバラが好きなんだもん <laughs>、ね、少女漫画大好きですから <laughs> いやあのじじっくりと聞かせていただきたいと思います <laughs> ということで精神科医の片田玉美さんでしたありがとうございましたありがとうございました 東京浜松町文化放送のスタジオから生放送でお送りしております田村敦史のニュースクラブここからはメールコーナー敦史の部活です今日のテーマこちらあなたが職場を良くするためにしていること、うん、最初は横浜市のラジオネームくまさんです、はい、職場を良くするためにしていることについてです仕事では注意をされたり怒られたりすることの方が多いですそこ で5年くらい前から職場全体で始めたのがサンキューカードです匿名で同僚への感謝や良いところを書いて社内のポストに入れ,る入れると相手に届きますこれを始めてから自己肯定感が上がり職場の風通しが良くなったそうです直接褒めるのが下手な日本人にとって匿名というのが良いのかもしれません多くの職場で導入してほしいと思っています 名乗ると照れるとか言いにくいんですかね逆にねありがとうもねそうなんだ匿名で自分で名前出して言いたいけどねでも匿名の方が言いやすいんですかね褒めるのも年齢がね必ずしも対等なとは限らないのすごい若い方から年配の方ってこともあるでしょうし言われる方も気づかないとこ褒められたりしたら嬉しいですよね。 匿名はでも怖いなはい悪口入ってたりしないんですかね <laughs> でもそれで名前出したら覚えめでたくなってみたいなことをやっぱ考えて、うん、この人にこう思われたいからこれを書こうっていうのがやっぱ出てきちゃったりはするのかなって感じがしますね匿名の方がやっぱり、うん、の方が公平かもしれないです、ね、素直な気持ちかもね,そうかもね知れないですね、うん、確かにね、うん さあ、そしてこちら、横浜市のパンチラー夢工房さんです。六十四歳、うんえー。私は元中学校の体育教師です。私が職場を良くするためにしていたのは、先生方をあえて〇〇さんと呼ぶことです。うん いつもいつも先生先生と呼ばれていると感覚が麻痺してどこか特権意識的なものを持ってしまうんです、うん、生徒からそう呼ばれるのは仕方ないことですが同僚の先生同士でそう言い合うのもどうかと思って私は先輩の先生でも後輩の先生でも〇〇さんと呼んでいました、うんいいね、先輩の先生の中には不愉快そうな顔をする人もいましたが<ら>閉鎖的な教育現場で社会人としての普通の感覚を失わないための、うんうんうん 人出すまあ一助になったような気がします。さすがパンチラ夢工房ですね。<laughs> <laughs> 砕けてますもんね。そうですね。<laughs> いやでも本当先生はあの先生って呼ばなくてもなんかいいような気がしますよね。うん、先生って呼ばないと怒る先生なんていないもんね。うん、勝手に先生ってこっちが呼んでるだけで、うん、国会議員なんて特に先生なんて呼ぶ必要ないからね。うん、1> 俺一回も 一回もうは嘘かなんか場に流されって言ったことあるか <laughs> だけど極力言いたくないからね、うんまあ、学校の先生は言っちゃうか、うん、でも、うん、言わないでおいてみようかななんとかさ <laughs> 今後ね <laughs> まあそうですねまあでも今教授どっかの教授に会っても先生とは言わないですねなんとかさんっていうような方がお互いにね対等な感じでいられるの、ねうん、で。 ことじゃない。贅沢なことだから、その時にはポロッと出るかな。国会議員には言いたくないね。やっ直接の同士はなかあった時先生って言います。ああ先生お久しぶりですって自然と出てくるからね。昔の昔のああそうね。国会議員には言いたくない。国会議員に先生って言ってるのすごい嫌だし、議員同士がなんとか先生とか言ってるのももう寒気がすんねあれ。気持ち悪いやんの国会議員同士が先生先生って言ってる。 <何>岸田さんがなんかやっぱ国会議員呼ぶときに先生みたいな呼ぶのがおかしいっていう人もねもいますね。んん今日ねあとさ心の声がすごい大きく出て,きて。<laughs> あそう。うん。いいですよ。その感じで行ってください。やだね国会議員が先生っていうなあれ。<laughs> みっともないよあれ。<laughs> 参議院会館とかでなんとか先生送るのあれも気持ち悪いんだよだ言わされてんのかねあれ気持ち悪いよ全くどうしようもないね。<laughs> 無理してやんなくていいんですか。<laughs> そうです。<laughs> ちょっとエンジンかい。自然のね。はい、自然の感じで。はい。じゃ、続いて世田谷の、ラジオネームブ豚さんです。私は職場の部署では、ほぼ最年長で、役職はありません。私が職場を良くするためにやっていることは、何もしないことです。若い人たちはとても優秀で、時代遅れの私が何か手を出すと、必ずおかしなことになるので。仕事も含めて、極力何もやらないようにしています。 うん、どどうですか。これでも難かたぶってできやろかなり努力しないとできないことだと思います。そうですよね。なかなか大変そうですけどね。またね下の方は働きやすいんじゃないですかね。こういう上司の方であれば。でもじゃちゃんとこうやって俯瞰で見れてる人がいるのはいいですよね。大切ですよね。まさに見守る感じですよね。ねえ。 さあそして日光市ケズリブシさんです僕が勤めてる職場では新年度から音楽を流すようになりました社<ー>内が無音だと殺伐として空気が重く感じられてしまう場合があります<ー>そこで音楽を流すと社内の雰囲気を和らげたり集中力を高めたりすることもできるのでおすすめです <laughs> 何の曲かけるのいろんな世代があってね。嫌じゃないクラ うんあ,あまあみんなに共通なんだとしたらでも、うん、クラシックかかってなんか俺はピシッとしちゃなんかそんなに砕けられないかな、ねうん、かといってね知らない世代の曲かかるの嫌だよねうんそんなないでしょ今どの世代もみんな知ってるみたいな団子三兄弟いも <laughs> ないでしょな何書けるのそういう時って。<laughs> なんでしょうね合わせるのかね若い世代にぜひこのちょっと削り物したりもう一回例えばこんな曲をかけてますっていうねお願いします洋楽ですかね洋楽なのかなアルマゲドンとかエアロスミス何が合うんだろう 続いて埼玉県戸田市ですかねラジオネーム戸田っこならっこさんです不倫アドレスになってグループ組織全体の一体感が気薄になりがちなので週1回だけは一つの場所にグループみんなで集まって仕事するようにしています雑談や助け合いという感じで同じグループメンバーであることの意識づけができていい感じです以前はこういうのも当たり前のことだったんですけどねお いわゆる会社の机の場所が決まってないやつですよね。フリー、アドレス。はい、そっちの方がいいんでしょでも、俺はわかんない。って言って、まあ、最近それを導入してる会社も多いですけど。でも、その一致団結がしづらくなってる。ええ、やっぱり、でも、荷物とかめんどくさいみたいなのありますよね。うん、ああ、おきっぱがいいってこと。おきっぱの方が。楽ですよね。でも、それこそ、あの、アップルとかグーグル。 うん、の会社見学してきたときにそんな感じじゃなかったですもうなんかグーグルってあの巨大組織の中、うん、あの本社の中に300ぐらいカフェがあるんだって300全全部無料なんですよ<ー>社員は、はあ、はい、うん、でもそのカフェでみんななんか仕事してるみたいな。 だから発想としてはでしょ誰が隣になるか分かんないけどたまたま隣になった人と喋ったらなんかイノベーションが生まれたみたいなことを狙ってるんですよね。で,でカフェで集ってでそれぞれの部署もあるけどなんかみんなカフェで仕事してる感じだったけどねいいなと思って。 吉本工業の社員が本当にこういう生き方もあるんですねってしみじみと言って <laughs> <laughs> そうだね新宿の小学校を改造してね <laughs> 冬はダウンを着なきゃいけない職場もあるけどもそれはそれで画期的でした <laughs> 画期的じゃないのよい暑しね。 あ <laughs> <laughs> でもでもあさんを職場を腐らせるような,なんか <laughs> でも,でもずっと吉本で働いてきたからのご褒美が今回のサンフランシスコだったんでしょそう,でそうなんですよ、ねうん、不思議じゃない、うん、俺今でも疑ってんだけど俺が国内にいない間になんかドッキリをされてんじゃないかなと思いながら <laughs> 研修旅行行ったからね、うん、吉本さんのお金で。なんか こう言ったら失礼ですけど吉本さんがそういうことをしてるイメージが全然なかったですだからさんがね、うん、あの会社離れたじゃないですかか、うん、去年だから離れさせないためのが始まったのかなと思いましたけどね。そ,うそんなことしてもらったから離れるとか離れないとか俺は決めないけどなんで絶対マイナスにして終えるんですか <laughs> はい 今話題のニュースを法律の観点から正木弁護士が解説するコーナーですではニュースの放送なちゃんお願いしますアメリカ NBC 水原一平氏の学歴詐称を報道、うん、今日多いですね水原さんのニュースね,ね、えー、アメリカ NBC が違法賭博問題でドジャースを解雇された大谷翔平選手の元通訳水原一平氏が学歴を詐称していると報じました NBC は日本語通訳者はダイヤモンドバー高校に通っていた一部の報道では水原はカリフォルニア大学リバーサイド校を卒業しているとされていたが大学の広報担当者は NBC に対し彼が通っていたという記録はないと述べたと伝えましたうーんこれ学歴詐称というのは法的にこう何か罰せられるものなんですか はいえー、と例えばですね大学卒だと詐称した場合は学位の詐称ということになって実は軽犯罪法違反になりますななので<ー>、まあ、犯罪になりますねただ、えー、と学歴詐称それ以外は定めているものが基本的にはなくてですね学歴詐称に伴うことで罰せられることはあって例えばその学歴詐称に伴って卒業してない教育機関の卒業証明書を偽造したということになれば<ー>公文書偽造罪とか私文書偽造罪 になったりもしますし、うん、学歴ベースでまあ給料が大きく変わるような会社でお給料をもらってたということは詐欺罪になる可能性もある。るで、あとはその国会員とか地方議員などの選挙に立候補した方の経歴差しの場合には公職選挙法違反でこれも2年間の禁固、裁そうですね、さかれます。なので、えっ、ー、とまあ場合によってはさばあの犯罪になることもありますし、うん、学歴差しをして会社に雇われた場合というのも懲戒処分の対象になったりということも。 もあります今あ東京都知事の、ねうん、小池さんもまたその、うん、カイロ大学、うん、こう行ってないんじゃないかみたいな、うん、で本人は、ね、あれだけ行ってるって。うん 言ってんのに、何度もこう出てくる疑惑、うん、ね、ありますね。これって、でもその、小池さんも言ってましたけど、カイロ大学に確認を取れば、出てくるもんなんですよね。うん、普通一般で、まあ公開してくださること多いじゃないですかね。ねご回答いただければ、ってう感じですね。でもも,もし、その公文書偽造とかしてたら、これどえらいことですね。どえらいことに発展していきます。ね、はいね。 ということで、厚須が以上です。もうちょっといきますか。まあちなみにあの逆に。 学歴をこれ学歴によってこうなんか制限するみたいな、うん、採用会社が制限しますみたいな、はい、こういうのは法律的には問題はないはい原則として適法です、うん、実はこれ憲法上あの、えー、経済活動の自由があってそれに伴って,なって会社側の採用の自由というのが結構広く認められているので、うん、どういうまあ、ね、基準で採用するかとか誰を採用するかって基本的に自由に決めることができます。たただ男女差差差差別、別、別、別年齢障害者差別組合差別といった法令による 制限があればダメなんですけれども、うん、学歴に関しては制限が法令上ないので、まあ、基本的に大丈夫ということになりますショーン計算ね仕事失ったもんねそうですね,うですね経歴差症ね,でね、はい、さあこのコーナー取り上げてほしいニュース募集中です以上今週のニュースもう一本でした <laughs> <laughs> 無理くり上げました <laughs> 仕事できますどうなまあでもテンション上がるけどね俺はこの曲聞くと でもみんながみんなっていうわけじゃないのかな、うん、俺がエアル・スミス好きだから落ちてはちょっとできない感じ入る場所はそんなに好きなとこじゃなかった <laughs> もうちょっと手前から聞きたかったいきなりなんかフ、ね、ルスロットさあ田村知事のニュースクラブそろそろお別れの時間となりました来週は神奈川新聞報道部デスクの田崎元井さんと神戸学院大学法学部教授の上脇博さんをお迎えして政治と金の抜け穴をどう封じるのかというテーマでお話を伺います はいでは淳さんのサンフランシスコのお土産アルカトラズのキーホルダーサメの当選者です、うんえー、狭山市にお住まいのミルキーキャットさん18歳、えー、傘をよく盗まれるのでおりの傘につけて盗んじゃだめよというサインにしたいです <laughs> 前橋市の押島るさん55歳男性の方、うんえー、20代の頃パンクバンドを結成して 演奏ししていまた若い頃の熱いパンクスピリットを再び思い出したいのでキーチェーンを使いたいそしてあなたの町のひょうたん屋さん石岡市の方軽トラのホロの固定金具に使いたいですいやそれはやめといたほうがいいんじゃないそれ自信持てないよ俺そんなだってバラ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 って風になビーゃいけないとこでしょそこはちょっと自信ないんでちゃんと自己責任でお願いしますね以上名に推奨はしてませんから アクセサリーとして使ってほしいんだよ、ね。傘は効果あるかもしれない。傘はいいと思いますね。<ー>ということで、ぜひ写真をね、送ってきていただきたいなと思います。では、田村淳のニュースクラブ、また来週です。さよなら。さよなら。